皆さんこんにちは。今回はヤバいギルドスキルが追加されたということで、ちょっとお知らせを見ます。ギルド応援キャンペーンっていうのを期間限定でやるそうで、期間限定でギルドスキルっていうのが出るんですよね。でギルドポイント特大クエストっていうのもあって、これでギルドポイントを稼いで、でギルドスキルってギルドポイントを使うとセットできる感じなので、ギルドルームへは左上メニュー右下イベント一覧、まあ、これは今ギルド応援キャンペーンっていうのをやってるんで、これを押してギルドルームの案内人の前に行ったり、まあ、今は魔女の館っていうこの動画撮ってる時点ではやってるので、このイベントギルド攻略イベントってやつ、あとはギルドランキング戦って呼ばれるギルド対抗イベントっていうのをギルドオブギルズっていうのをやってれば、それでギルドスキルはメニューコミュニティギルドって押して、でここにギルドスキルっていうのをセットできるんで、どっかアイコン押します。でこれは、まあ、アイテムドロップ率っていうのを押したんですけど、これ変更って押すとこれ変更できるようになってるんですけど、まあ、このすでに同士のスキルを装備してありますってあるんで、俺が押したのはこれドロップ率のやつなんで、これ新しく出たこの期間限定のこれを GP30,000 使って3時間だけなんで注意してください。3時間です。これでドロップ率が上がるようになってます。この 30% アップのは3時間なんですけど、この期間限定2のやつ、25% のやつは1時間で、で 20% のやつは30分なので気をつけてください。あとは経験値が上がるやつですね。今までの経験値獲得量アップのギルドスキルだと最大でも 20% アップで、でしかも24時間っていう時間制限があったんですけど、今回このギルドスキル期間限定の出たやつは獲得量 50% アップで30分ですね。今まで 20% まであったのがこれ 50%、 これ 30% も上なんで、レベル上げしたい場合はこれも一緒につけてやるといいんじゃないかって思います。俺の場合はこれ自分が引きこもるために作ったギルドなんで、もう自分でギルドスキルも買い放題なんででしかもこの動画撮ってる時点だとこの勇気のお香っていうのがちょうどやってるんですよね。でこれ3月25までなんで、で今日は3月23日なんで、このイベントで勇気倒すと、まあ、ドロップ率のお香とか経験値のお香とか、まあ、どっちか選んで、まあ、倒すとそのアイテムがもらえて、まあ、ここに今セットしてあるんですけど、これ押すとドロップ率アップ制限時間内になるんで、まあ、このお香のイベントのやり方は動画説明欄にリンク貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。でこの期間限定のギルドスキルって多分ギルドレベル上げてなくても使えるんですよ。普通ギルドスキルってギルドレベル上げないと新しいのが増えていかないんですけど、あここのスキル詳細っていうところをして、ま、期間限定なんちゃらって書いてあるんで、あれ 75% アップするやつもありますね。あこれページ2ページ目か、これ2ページ目行くとあります。これ 100% 上昇するやつまでありますね。やばいですね。ということでギルドスキルでドロップ率上げたり経験値獲得量アップしたりできるので、よかったらやってみてください。あとはやっぱりこの武功の勲章交換ラインナップ更新っていうのが4月1日にされる予定らしくて、でここにあのアンケートに答えた動画でもやったんですけど、安らぎの笑顔ユイっていうのが5層クリア済みで復帰すると手に入んないんですけど、4月1日のこの武功の勲章交換ラインナップっていうので更新っていうのが来るんですけど、これで手に入るようになってるん で武功の勲章っていうのはなんかいろんなイベントとかやってるうちにイベントアイテムとその武功の勲章交換できたり、まあ、スコア報酬で武功の勲章がもらえたりするんですけど、それをなんかいいアイテムと交換できるみたいなやつなんで、で武功の勲章っていうのは使用期限みたいなのがなくてずっと消えないやつなんで持っておくといいみたいなやつなんですけど、でここにあの8層クリア済みで復帰した人が手に入らないマン・オブ・ザ・デイ・キリトっていう配布のモッドスキルがあるんですけど、まあこれそんな強くはないんですけど、まあこのブレイクゲージ増加量が多いっていうのがあるので、スカルリーパーのブレイク削りとかにいいんですよね。あれブレイク削りだっけ、スキルブレイクだっけ、多分スキルブレイクだった気がするんですけど、まあそういうのも来ると。で今回のアップデではこの左上のプラスボタンを押した時に出るパーティー検索、これを押すと検索中って出るんですけど、クイックパーティーも検索できるようになってて、多分この64とか62とかっていうのは多分これ
今やってるイベントでこれ何人集まってるかみたいなのが表示されてると思うんで、これを押して OK を押すと多分あなんか入場できませんでしたって出たんですけど、今入場できませんでしたっていうのが出た時は多分もう結成されたか一旦そのパーティーが解散されたかみたいな感じだと思うんですけど、これで多分直で飛べるんじゃないかなって思うんですけど、これ押すとどうなんだろう。これ押したら、あ、いきなりもう入場しちゃうんですね。これ押すと、さっきはギルドルームにいたのでできなかったんですが、これ押すといきなり入場できちゃうみたいです。多分今始まりの街にいるけど違うとこにいたらできるのかな。とりあえずちょっと原始の草原入ってもう一回試してみますね。てかもう一回検索して、で高得意選んで OK。 あれできる。え、待って、この状態でやったらここにいてもパーティー入れるってことで、いきなりイベント行けちゃうってこと、ここにいても。まあ今これ動画撮影中なんで、まあできるかどうかちょっと試してみてください。あとは今回来たオーダーの、もうこれやばいですよね。あ、こっちか、これか。攻撃力が800上昇って、これパワーライズのレベルですよね、数値が。突属性で攻撃時、まあ覚醒スキルでもないし何も機能ついてないんですけど、そういうこのスキル効果単体でもうやばいって感じしますよね。まああとは敵を出血状態にすると攻撃力が上がるので、このパック売りされてるやつのこのバーストパック両手槍の、まあ、キリト、これを使うと出血にできるので、まあ、槍とか使う時にもいいし、あとはやっぱりこのモッド素材、この消費スロット枠3つのやつですね。これが最大 250% ということで、これマジでやばいですね、モッド素材としては。まあ、他にもこれもパーティーの打属性の弱点ダメージが上がるし、これめちゃくちゃいいですね、このサポート。これもなんか単純に欲しいですね、スキルクールタイム減少する再建のコネクトですね。まあ、ほんと神アップでですね、今回は。やばいギルドスキル来たし。ということで、大体言いたいことはそれくらいなんで、これくらいで動画終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。